ンパイセンレディオ。あなたが私のパイセンか、私があなたのパイセンか、そんなことはどうだっていい。今週も始まりました、ジンマンパイセンレディオ。この時間のお相手は黒岩仁太郎です。この放送はあなたのカーライフをサポートする小座自動車の提供でお送りします。いい車あるさー。FM 小座をお聞きの皆さん、こんばんは。黒岩仁太郎です。今週はですね、月一の無限のメンバーにまた来ていただいてますんで、もう早速ですね、頭から紹介したいと思います。無限のメンバーの皆さんです。えい、どうも。えい、もう三度目。三度目、三度目の三度目の三段。三度目の三段です。どうも皆さん、お元気ですか。よろしくお願いします。はい。どうも、二度目の安倍隼人です。よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。お願いします。今日今ここはどこですか？松戸市、松戸ですね。松戸、僕の、故郷、故郷じゃないわ。故郷は京都ね。京都。今住んでる場所になりますね、ここが。なんで、私たちは今日はここにいるのかしら？今日はね、あれですね、ちょっとね、ジンポン。日本、うん、安倍ちゃんのね、ちょっと演技を、はい、なるほど、演技の練習をしたくて、はい、次回のね、映画の、いやー、そうね、楽で、本当にスパルタだったね。そろそろ切羽詰まってきますからね。もうスパルタだったわ。スパルタじゃないでしょ、別に普通、普通に。市内を持ってますからね。市内持ってましたよ。タバコ吸え、帰れ、この野郎みたいな、なんかもうそんな感じでしたよね。土下座しろ、ね、なんかね、頭上げろみたいな。絶対これ嘘ですよ皆さん、これは嘘なんでね、そういうキャラじゃないです僕は。優しい、優しいです。いやでも本当にね、どうでした、こう台本を見るたびにですね、ちょっと僕もちょっと切羽詰まってきましたよ。ジンポン2回目ですよね、今日の練習。そう、そう、いつやってましたっけ。1回目は、1回目はね、2月の3日前ぐらい、え違う、2月の頭でしたよね。ロイちゃん2月の6、うん、8、あ、じゃあ1週間前ぐらいですね、うん、そうですね、1週間前ぐらいですよ、うん、で今2回目今日やってどうでした、はい、いやだんだんこう役がね降りてきた気がします。降りてきました、うん、まだ2回目なんでね、まだつかめないところが結構あるんじゃないかなと思いますし、うんうんうん、そうですね、まあ安倍ちゃんは結構やってるから、な何回目かな安倍ちゃんは。いやもう数え切れないですね、うん、まあ、10回はやってるか、10回ぐらいはやってるか、うん、まあちょっと今日はここに、はい、うん、いつもはちょっと、まあ、人数多めでやるんですけど、うんうん、もう時間がね大変でしょ、うん、もうあっという間、キャスティングからね、うん、その脚本からもう全部じゃないですか、だから一人ずつその演技を見る時間っていうのないじゃないですか、はいはいはい、なんかだからたまに、たまにっていうかまあね、こういうここにやらないとね、うん、いやでもねこうやってね、うん、ありがたいですよ、やっぱありがたいですか、うん、やっていただけてね。いや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 、そうですね、なかなかその全体でこう合わせるっていうのだって、うん、やっぱり限られた、うん、ね、どの現場行ってもそうですけど、ね、本番直後にね、あ、じゃあちょっと動き見ます、うん、はい、じゃあ本テス、はい、本番みたいな、もうなんかそんな勢いじゃないですか、まあ、それビューンみたいな感じで。じゃあ多分ね、あのね、役にね、こだわりがあるからだと思うんですよ、それは。こだわりのない役だとそうなります、僕も。でもさすがにこだわりある役で、芝居の練習せずに入るっていうのはちょっと怖いでしょ。怖いですよね。撮影で、うん、いきなりじゃあやってくださいみたいなのはね。うん、だからまあなるべく、ね、芝居のクオリティを上げた状態で撮影したい。じゃないと作品が落ちるっていう。でもね、俺ね、個人的にね、安倍ちゃんとの絡みは好きなんですよ。あ、今日やった。そう。まあ、あそこ大事なシーンですけどね。うん。うん、そうですね。うん、ね、そのキャラ的にもね、結構その映画内では、まあ、特殊なキャラですよね。そうですね、特殊ですね。普通のね、うん、ヤンキーとかそういう。こわもてのヤンキー上がりの、うん、
でもちょっといい人みたいなね。そうですね。なんかちょっと、なんつうのかな、つかみどころのない、俺から言わせればちょっとつかみどころのいないやつですね。まあそうですね。うん、どうですか、なんですか、意気込みは。いや、もう全力で、全力全身ですよ。全力全身。本当にもうだって家でも僕はあれですよ、台本見てますからね。ああ、うん、初ですもんね、絡みは。そう、2人はね。そうですね、がっつり絡む。そうね、うん、どうすかやってて2人、阿部ちゃんと。あのね、逆にこう無限のメンバーとできるからやりやすいっすよ。ああ、うん、まあ、そういうのやってるとありますもんね、うん、なんかこう、なんかね、もう本当に、まあ僕もね、浅い歴史の中でいろんな現場行かせてもらったけど、うんうんうん、ものすごいアウェーのところはあるんじゃないですか。ありますね、たまに。いや、あります、あります。いや、もう本当、ああいうとこ行くと、おろろろろおろろろろろみたいなね。それは分かりますね、うん、無限のメンバーとやってるのと違いますから、ね、そう、また別の全然、そう、ね、関係ない関係ないっていうか、ね、そうそうそう。で、仮にですよ、僕のセリフが少なかったとして、うん、僕が NG を出してしまったらとか考えると、プレッシャーね、もうね、固まりますよ、ね、それもあるでしょうね、うん、NG 出したんですか。 NG はまあ4回ぐらいね。あ、うん、まあ、それ一人のシーンだったから、まあ、そんなになんか、うん、なんかちょっと監督に、まあまあ気は使いますよね、相当。黒谷ちゃん、もうちょっとこんな感じみたいな、なんかあの、そんな感じでよかったんですけど。で、まあまあ、そういうんだとまだいいですよね、うんうん、なんかすごい怒られたりするよりはね。そうそうそう、うん、大変でしょうね、でもそれは、なんかでも周りのスタッフさんとかの目がしらっとしてる時とかありますよね。まあ、現場はね、微妙なね、そうね、微妙な空気ですよね、うんうん、やれーなんねやらーみたいな、なんかもうね、空気重い時ありますからね、たまに。お前で時間使ってる暇ないんだよみたいな、みたいな、なんかね、ありますよね。普通になると結構あると思いますよ、時間がないとか、うん、そういうのとかでね。そうですよね、うん、逆にこうラジオとかってビューっていっちゃうじゃないですか。僕なんか結構ね、あの、まあ、比較的あの収録構想が多いんだけど、うん、僕はなんか撮り直すのが嫌いだから、はい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 、一発で決めたい人なんですよ。あ、もう良くても悪くても、はいはいはい、なんかそれがなんかラジオの良さっていうか、はい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 、なんか分かります。まあ、生っぽさって、ね、そう、生っぽさ。台本ないですからね。ないないないもうだから構成は、まあ、本来ね、今日はちょっとあの急遽の収録だったんで、あの Q シート用意してないですけど、はいはいはい、普段は Q シートがあって、あ、まあ、曲何流すとかね、そう、曲何流すとかね、うん、まあ、それこそあのプロデューサーも監督も、まあ、なんか自分一人みたいな感じでな、ぐわーって言っちゃうわけじゃないですか。そうですね。そうそう。流れがありますもんね。そういうこと、そういうこと、そういうこと。映画もラジオもあるんでしょうね。そうなんです、そうなんです。やっぱ音ですからね、やっぱ、結構なんかこう、まあ、これ喋っていいのかなっていうところはありますけど、うんうん、結構なんか、結構なんていうんですか、まあ、普段通り、うん、喋って、喋ってますよ。喋って。普段通り喋ってるな。うん、普段の会話って感じ。逆にどうすか、あのお二人に俺質問なんですけど、こうラジオに、うん、まあ、ちょっとずつ、うん、まあ、出るようになってみて、なんかラジオってどうすか。まあまあ楽しいですよね、うん、楽しい、楽しい、楽しいし、あ、こういう風になるんや、うん、ああそのカンパケ聞いたりして、そうそうそう、あ、音楽が入って歌が入ってとか流れがあるんだなって、うんうんうん、最初こうやって撮ってるだけやったらね、わ、うん、かんない。そうそうそう。聞いたら、あ、ラジオ。そう。っていう感じになる。そう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 。僕も逆なんですよ。その、逆、そう、逆のパティーン。パティーン。映像が。ああ。こうやって撮ると、こうやってなるんや。はい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 、はい。あ、仕上がるとこうやってなるんや。はいはいはい、はい、まあ。見れますもんね。そう。映像の場合ね。そう。映像変わりますからね。そう。前から撮ったり、後ろから撮ったり、上から撮ったり、下から撮ったりしてね。あれ、あれ、どうなんですか？ラジオでも台本があるやつとかあるんですか？ありますよ。あるんですか？ある。それ何、え、それも喋ってる言葉で？だから、キー局とかになると、もう全部決まってて、みたいな感じですよ。でも映画みたいにこんな、かっちり台本ではない、ないですよね。かっちり台本じゃないです。さあ、ここはこの子について言ってください。そうそうそう。うん、あと、なんかやっぱスポンサーさん絡んだりすると、まあそのね、はい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 、商品の宣伝とか、まあ、でまあある程度アドリブとかも結構あって、あ、ありますけど、やっぱりある程度は決まってますよね。はいはいはい、はい、うんうん、まあ、まあそうですよ、ええ、まあだからなんつうの、あれですよ、うん、自主制作映画みたいに、うん、まあセリフはあるけど、うん、まあ変えちゃってもいいよみたいな、なんか そんな感じのノリですからね、うんうんうん、だからいいですね。そうです、そうです、なんかこう自然な感じで、そう、うん、だから楽というか、ナチュラル、別に、ね、そう、ナチュラルな感じで役を作らなくていいですからね。そうなんですよ、うん、いいと思いますね。そうなんですよね、まあ、新鮮ですけどね結構、はい、な新鮮新鮮
フレッシュフレッシュ。いやこんな無限のコーナーをね週一で作っていただいて、うん、そうね、ありがたい、ありがたいですね。月一か、そうそう、まあいいよ週一でも。じゃあだから、はい、俺はなんかねこれあの夢でもあるんですよ自分の。やっぱりこう無限っていうプロダクションがあるんだから、はいはい、ちょっとまあなんつうのかな、畑違いかもしれないけど、うん、こうラジオドラマみたいのはこういうのでできたらちょっと楽しいんじゃないかなと思う、うんうんうん、ラジオドラマコーナーみたいな。そうラジオドラマコーナー、それをだから逆に週1でやりたい。週1でやりたいんですか？だ5分でいいの、はいはい、連ドラみたいにして、はいはいはい、それをつないで、だから短編もの月1変わっていく。どうなんですかね、やっぱラジオドラマってなると映像のね脚本とかとまた違うんでしょうね。違いますね、だから言葉が増えると思いますよ、うん、あのナレーションが入る、ナレーションとかね、あと音楽とかね、音、そう、どうなんですかね、あのコントとかないんですかね。あ、コントとかもあると思いますよ。ね、コントとか、うん、まあ難しいでしょうけど、面白そうですね。面白そう。なんか僕、それ、なんかこの前言ってたじゃないですか、ね。で、なんかラジオドラマ聞いたんですよ、うんうん。やっぱね、ナレーションベースが多くて、うんうんうん、で、あと、その、足音とか、そう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 、風の音とか、うん、セミの鳴き声とかで、そうそうそう、その今、こうやってるとかを表現してるのが、まああったんですね。そうですね。まあまあ、かなり細かいところまで演出してるなと思いましたね。うんうん、結局ね想像させなきゃいけないわけじゃないですか、うんうんうん、です、ね、映像より細かい、あ、まあ、まあ映像は見れるからあれなんですけど、うん、見れない分やっぱ映像より台本は多分細かいんでしょうね。そうですね、セミの音だったらね夏っていうのが分かりますし、ね、うん、だからラジオドラマってなると、うん、その台本も細かくなるだろうし、うん、ナレーションも重要になってくるんだよね。そう、そうそう、例えばそれを言ってこの場を友が去ってったとか、うん、そういうなんかこう心の声、ね、そう、そういうこと、そういうこと、それが入んないと、うん、そうでしょうね。結局、俺たちこうね、マイクの前で一生懸命演技しても、ほら表情でね、やっててもね、そうそうそう、そう、ね、そういうこと、そういうこと、そういうことなんです。ある意味難しいんでしょうね、僕らがやってること。そうですよね。難しいと思います。考え方が違うんでしょうね。うん、多分違うと思います。うん、音で、伝えないとダメだっていうところでな。はい、そうなんです、うん。かっこいい。じゃあちょっとここでまた今日メールが来てますんでちょっと紹介したいと思います。はい、はいはい、ラジオネーム沖縄大好きビーチストーンさん、ビーチストーンさんいつもありがとうございます。ありがとうございます。ジンジンジン太郎さんこんばんは、ということでですね、こんばんは、こんばんは、こんばんは。すごいめちゃめちゃ興奮してますね。興奮、ちょっと興奮してます。だってあんなに弱くて勝てない日本女子アイスホッケー、負けなしでオリンピックの切符を実力で勝ち取りましたということですね。本当ですよね。そうですね。そうですね。そうですよね、はいはいはい。彼女たちを褒めてあげてくださいということで、本当に、でもすごいですよね、うん。アイスホッケー勝ったということですね。そうですね。僕一回見に行ったことあるんですよ。マジっすか、アイスホッケーを。どうでしたどこに。いや、面白かったです。僕の家の近くで、まあそういうリンクがあって、日本代表に入っている久保さんかな、はい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 、っていう方がそこに会場にいらっしゃる。安倍ちゃんすごい人と知り合いなんですか。見に行ったんよ。見に行った。知り合いなん。いや知り合いではない。あ、知り合いではなく、うん、普通に応援しに行ったってこと。そうそうそう、へえ。はい、じゃあ話戻しますね。、はい、試合に勝った時に1972年札幌オリンピックを思い出してしまいました。ジャンプで 1,2,3 金銀銅と快挙ですね。仁太郎さんは若いから知らないかも。確か70メーターのジャンプを記録しています。今日のリクエストは、バンジョーアイちゃんで、この曲はということで仁太郎さんにお任せしてってリクエスト曲任せ、まあ、分かりました、ね、バンジョーアイちゃんの曲をねかけたいと思います。、オリンピックの活躍を期待して、札幌オリンピックも、札幌オリンピックのテーマソング、虹と雪のバラードあったらお願いしますということなんですが、すいません、この曲音源がちょっとまだねこちらにないようなので、うん、今日はバンジョーアイちゃんの曲をかけたいと思います。小田原も寒い日が続くのでどうぞ体に気をつけていつまでも楽しい放送を続けてください。バンジョーアイ応援団より愛を込めて、ということで、ラジオネームビーチストーンさんからメッセージをいただきましたので、早速、バンジョーアイの曲を1曲かけたいと思います。はい、はい、バンジョーアイでブルーセプテンバー聞いてください。どうぞ。
バンジョーアイでブルーセプテンバーです。そして、ラジオネームビチストンさんリクエストありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでいつものコーナー行ってみたいと思います。無限のメンバーとやるの初めてですよね。そうですね。はい、じゃあ行っちゃいたいと思います、はい、今日は何の日。はい、ということで今週も始まりました。今日は何の日のコーナーです。はい、今日何の日なんですか。2月16日何の日かと言いますと、うん、私調べてまいりました、はい、天気図記念日ということですね。1883年明治16年のこの日、うん、ドイツ人の気象科学者エリバン・クエッピングの指導のもと、7色に続き日本初の天気図が作成されたということです、ね、天気図は1日1回発行されることになり、8月23日からは新橋と横浜の、停車場に掲示されたということですね。明治16年すごい。その日に天気図ができたんですか。そういうことです、明治16年の2月16日にドイツ人の気象学者のエリバン・クニッピング。読みづらい。エリバン・クニッピングさん。指導さん、指導のもとにですね。はい。へぇー。ということです。ございます。16年。はい。江戸終わりたての頃ですね。そうですね。終わりたての頃です。1883年。その、ね、あの、幕府が崩壊して。そうですね。で、明治政府。そうですね。それで。へぇー。はい。次行きます。まだあるんですか。寒天の日。寒天の日？はい。長野県。目の商工会議所、うん、長野県寒天加工業協同組合が制定、うん、2005年平成17年のこの日、平成17年2月16日この日 NHK で NHK テレビで試して合点で寒天が取り上げられ、寒天が寒天大ブームになったことありましたよね。寒天ありましたね。食べるやつですか。そう、ちょっと出遅れてますよ、そんな。大丈夫です。お味噌汁に入れたりとかありましたね。そう寒い日かなと思ってこれで。そう、寒天、うん、食べる寒天。あの、京都でしょ。そうなんすか。じゃあ僕、うん、そう実家京都に帰ったら、あの、出ない寒天ゼリーみたいの。俺ね、なんか昔ばあちゃん家行った時、寒天、あの牛乳缶あったよね。いや、出ないなぁ。あれ、ところてんは出ますよ。ところてんじゃなくて寒天。似てます。まあ、似てるっちゃ似てる。ちょっと違うっちゃ違う。はい。ということで、はい、あの、今日は何の日、寒天、おさらいしたいと思います。うん、2月16日は何の日かというと、天気図記念日。はいはい、天気。はい。そして寒天の日ということでですね。寒天の日。はい。皆さんもね、この後宴会とか行く人もいるだろうから。うん、宴会のネタにしてもらえればと。はい。思いますので。今日天気図ができたんだよ。はい。今日は天気図ができたよと。うん、はい。あと、寒天の日なんだよと。試して買ってんで、流行ったんだよ、寒天がって。割と最近ね、2007年できたということですね。はい。ということで、今日。あるんですね、毎日。そうね。今日は何の日のコーナーでした。イェイ。はい。ということで、あっちゅうまで早いんですけど、もう終わり？そろそろエンディングのコーナーということで、まだ大丈夫だけどね。うん、もう、ぼちぼちですよ。ぼちぼちなお時間でございますよ。告知していいかな？いいよ、いいよ。告知っていうか、募集かな？何ですか？ま、ジンポンとかには言ってたんですけど、そろそろ、小説の月戻り？はい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 。っていうのが、まあ、2月18日かなぐらいに出版されるんですけど、はい、まあ、それの映画化を、ちょっと今、動いてまして、その撮影日が、いつも8月ですね。3月8日から、はい、3月から、の予定になるんですけど、ちょっとエキストラを募集してまして。あ、なるほど。はい。はいはいはい。で、まあ、女子高生役と、はいはいはい、
まあ、男性役、はい、まあ、10人ぐらい今募集、女子高生の格好した男性役違いますね女子高生役と普通の普通のまあ違うの普通のなんかなんていうんですかね男性、まあ、うん、あ、女子高生の格好した男性じゃなくてじゃなくて女子高生と女子高生の役のエキストラさんと普通のあのまあ男性スーツ姿、ああ普通の紳士的な男性、男性の年齢は、まあ、20代後半から30代にかけて、なるほど、まあ、女子高生の役はじゃあ見えれば、俺応募しようかな、女子高生で、女子高生、女子高生はやめましょうやめましょう変な一人だけ様子がおかしいよ様子がおかしいのはで今女子高生は、まあ、まあ現役でもいいですし、はいはい、見えれば、まあ、20代でも全然大丈夫、はいはい、あ、まあ制服着てそれっぽく見えれば、うん、制服はまあ用意をする感じになるんで、はいはいはい、っていう感じですね。でお願いしたいですね。まあ、はい、撮影日がまだ明確に決まってなくて、うんうんうん、まあ3月8から8、9、10と、はい、3月16、17の5日間で、はいはいはい、まあ、撮影の予定なんですけど、はいはい、まあちょっともし興味がある方は、そうですね、まあ無限のホームページまで来ていただくか、まあ人本、人本、ここの番組にアクセスできますよね。この番組に問い合わせしていただければ、いただければと思います。はい。ぜひぜひよろしくお願いします、ね、これあれですよね、無限も制作に、そうです、無限が制作ですね、がっつり関わって、はい、今監督は、はい、辻岡正人さんという有名なクローズとかの辻岡さん、そうです、そうです、辻岡さんが、辻岡さんがね監督をする映画のエキストラで、そうです、僕たちと一緒に映画に出ませんか的な、そうです、あ、いいね、いい、ここにいる3人もね、その映画に関わってますんでね、はい、そうですよね、現場でお会いできると思います、はい、ね、楽しみにしてます。楽しみですね。はい。よろしくお願いします。ね、その映画の興味のある人はですね、うん、こちらにメールいただいてもいいですし、うん、私の Facebook、それから Twitter、はい、まあそういうメッセンジャー等々も入れていただいても結構ですので、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。撮影場所は、はい、都内か松戸市内です。はい、東京都内か松戸ということで、はい、まあ、このね、放送は全国の人聞いてますので、はい、まあ、沖縄に限らず、あと沖縄の人もたまたまね、うん、そうですね、その機会にこっちにいるよっていう人がいたらね、はい、うん、例えば一日だけお手伝いしたいとか、はいはい、ね、こんな経験してみたいっていう人がいたらですね、ぜひぜひぜひ参加していただきたいと思いますね。はい、はい、なんか今日ラジオっぽくない、ラジオっぽい、ラジオでしょ、そうだ、ね、ラジオっぽい、なんかちょっと久々ちゃんと告知しちゃった感じ、うん、無限そうエキストラ集めたいな、ね、本当、はい、まあその後にあるオープンも、うん、またエキストラ募集したいと思いますけど、そうですね、はい、うん、そちらの方でもぜひぜひ、まあ何しろちょっと、ね、演技に興味があるとかいう人はね、そうですね、なんとなく演技でも、そう、撮影現場でも、そう、うん、ね、無限のホームページでもいいですよね、うん、全然無限のホームページに応募本もあるんで、うん、まあそちらから応募していただいてもいいです、うん、ちょっと言いづらいなっていう場合には僕の方に伝えていただければ、うん、スルルルルッと無限の方にこっそり伝えておきます、ね、こっそりじゃなくてもいいけどまあ無限はちなみに夢に現実の現で無限です、はい、ということで、はい、という間のお時間ということで、はい、締めますか。そうですね。はい、告知もできましたし、はい、告知もできたということで、皆さんよろしくお願いします。それではお願いします。良い一週間をお過ごしください。この時間のお相手は、無限の三段智明と、無限の阿部隼人と、黒岩仁太郎でした。僕も無限だよ。またね、バイバイ。バイバイ。バイバイ。ベースゴー。And release the treble, turn the music up and rise the level. Let the love that you give to me, I thought about it constantly. Get a kiss just for free, baby boy. What you've done to me, Goliath.
ジンバーンパイセンレディオ。